皆さん、2B2T を知っていますか？嵐、チートなどを合法的に行うことができる、無法サーバーのことです。しかし、2B2T はパソコンでしか遊ぶことができません。そこで生まれたのが、2B2TP。このサーバーは統合版でも遊ぶことができます。このシリーズは、そんな 2B2TP で繰り広げられるお話です。それでは、どうぞ。皆さんこんにちは、ウプ主の霊夢です。マリサだぜ。はい、ということでチートなしサバイバル生活さんです。まさか、続くとは思わなかったな。今回は何をするんだ？今回は、ブランチマイニングで石炭を採掘していきます。あれ？前回は拠点を作るって言ってなかったか？尺が余ったらやります。なるほど。では、やっていきましょうか。あ、まだ1、2を見ていない方は概要欄に貼っておくからぜひ見てほしいぜ。お願いします。あ、そうそう、1は雑魚編集だからごめんね。まあ、当時はスマホで編集してたからな。話は、これぐらいにしといてやっていきましょう。おう。では、エンダーチェストから少し木材などを取りまして。前回同様、ネザーゲートに入って遠くに行きましょうか。お、そうだな。相変わらず、入れるの遅いな。ごめんなさい。お、おう。何してるんだ？あ、丸石取ってました。いや、取る必要ないだろ。後で、ブランチマイニングするのに。確かにやめます。あ、石のツールが増えてるぞ。さっきの石で作りました。なるほどだぜ。そんなこんなで、ゲートありましたね。入ります。はい、ということでネザーにやってきました。前回と同様にネザーハイウェイで遠くに移動していきます。気をつけろよな。次のネザーゲートに入りましょうか。お、そうだな。あー、ガストがー。おやおや。大丈夫そうですね。お。荒らされてないね。そうだな、とりあえず何をするんだ？そうですねー。食料がないので、食料と石炭を何個か取りたいですね。なるほど。そういえば、さっきからチラチラ何か見えているがあれはなんだ？あれって何のことですか？ああ、もう一回見えたら教えるぜ。オッケー。そうそう、さっき鶏肉ゲットしたよ。ねえねえ、すごいでしょ？すごいでしょ？そこ、噛むとこじゃないだろ。まあ、霊夢にしては頑張ったんじゃない？は、上から目線の女の子は嫌われるわよ。お前が、聞いてきたんだろ何言ってんの？はあ？私そんなこと言った覚えないわよ。そもそも、なんでこんなこと言われなきゃいけないの？お前が聞いてきたって言ってるだろ。日本語理解できますか？理解できるに決まってるでしょ？あんたが理解できてないんじゃないの？あ、もう、話にならないわ。それ、こっちのセリフなんだけど。そうか。意味わかんないんだけど。そうか。って、さすがに意味はわかるだろ。まあ、そんな話は置いといて。現在進行形で食料を取っています。お、おう？さっきのあれについてなんだが畑もあるし建物？の跡地があるし。きっと、誰かの拠点があったんだな。そうだね。自分たちが、拠点を作るときは遠くに隠して作らないとですね。そうだな。よし、食材も結構集まったので、次の目標の石炭を採掘しましょうか。ワンパンで草。適当な場所で、ブランチマイニングします。時間かかりそうだな。ないですねー。もう少しだけ掘ります。掘るより、崖から見えてるを掘った方が早いと思うぜ。確かに、崖を見ますか。
お、ありました。これを取りましょうか。取りました。17個取れましたね。早く、幸運のツルハシ欲しいな。そうですねー。石炭手に入ったので、お肉を焼いて今回は、これで終わりましょうか。おう。ということで、今回は食材と石炭を集めました。次回は、ついに拠点を作ります。やっとか。ということで、この動画が良いと感じた方は高評価。応援してくれる方は、チャンネル登録と他の動画も見てほしいです。それでは、バイバイ。Twitter 解説したのでぜひフォローしてね。